クレナズム東京の西の空です。東京ドームホテルの僕の部屋から、西の空を映していますが、ちょうどこの方向に、東京ドームホテルから、直線で 4.5 キロほど、この向こう側に東京神宮球場があります。さあ、神宮では日本シリーズ2022第7戦、この後6時30分プレーボールということで、まあ、熱戦の火蓋が切って落とされようという状況であります。で、大前は大前さん球場に行かないのかよというね、方がいらっしゃるかもしれませんが、僕はこちらで待機しながら、特番に備えるという状況で、まだ着替えてもいませんし、先ほど、東京に入ってまいりましたけどもね。で、東京ドームホテルに着くと、もうフロントも人がごった返しでさ、オリックス人気すごいなと思ったら、なんかブルーノ・マーズのジャパンツアーの今日ライブがあるということ、東京ドームで、その影響で混んでると、ホテルの関係の方がおっしゃってましたけどもね。で、その、フロントで普通にこのチェックインの受付をしてもらうのに2時間待ちよ、すごいね東京は、と思いました。というわけで、僕は今部屋から喋っておりますが、さて、今日の先発はバファローズが、宮城投手中4日、一方のスワローズが中6日相手のサイスニード、先週の日曜日投げましたね。まあ、宮城くんがやっぱりこう心配、まあ、初めての神宮のマウンドっていうのももちろんあるし、で、あと一つはプロに入って初めての中4日というね、まあ、登板間隔での登板ということになりますんで、まあ、その辺のところが、まあ、少し不安材料ではある、うん。で、まあ、ただ神宮の、ね、マウンドっていうのは慣れも必要だっていう人もいるんだけども、真っ向投げ下ろしのパワーピッチャーには、あまり向いていないかもしれないけども、左ピッチャーであるとか横手投げであるとかっていうのは結構ね、合うかもしれないっていう方もいらっしゃいます。さあ、どっちに出るんでしょうか。ただ、まあ、中4日という登板間隔を考えればね、これプロ初めてなんで、長嶋監督のやり方からすればきっと無理はさせないと思いますね。だから、まあ、ある程度球数を決めながら、まあ、球数でいくのか、まあ、イニング数でいくのかというところでの、まあ、ゲーム展開にもよると思われますが、まあ、おそらくは、まあ、早めの継投の中で、まあ、ブルペンに、まあ、今日も頼るということになってくると思うんだけども、まあ、今日負けてしまうとスワローズが、まあ、逆に王手をかけるということで第8戦が生じます。だからできれば今日決めておきたいというね、試合ではあると思うんですけども、それは分かりません。スワローズも強いですから、まあ、前回サイスニードからまあそんな点を、まあ、先に点を取ったんだけども、打ち込んだという印象は全くないんでね、まあ、打ち込んだ試合はこのシリーズ、まあ、はっきり言ってないわね。だからまあ今日もピッチャー陣がまず軸になって、しっかり相手の打線を抑える中でね、どうやってこの点を取っていくのかという、まあ、いつものオリックスさんの戦い方に持っていかないとダメでしょうね、ということではありますね。まあ、でも本当に昨日のね、神宮での日本シリーズの神宮での勝利が1995年の10月25日以来という、ことでしたので、まあ随分ね、長い年月が流れて、でまたスワローズとかやってるわけですからね、まあ、去年は東京ドームでやってますんで、まあ、昨日も中嶋監督もサッチも言ってましたけど、インタビューで結構夜になると寒いで、今日関西はね、むしろ薄いインナーダウンを僕がこの半袖の T シャツの上から引っ掛けてきたんだけども、暑いぐらいだったんですよ関西は。関東に来ると、まあ、夕方、まあ、ちょっと日も陰ってきた時間帯だったんでちょうどいい感じで、ちょっと東京の方が関西よりも寒いかなという感じはしますけどもね。ということで、まあ、とにかくここまでなんとか来ることができた、まあ、初戦山本由伸投手を先発に立てて、まあ、そこで、敗れて、しかも由伸君が脇腹を痛めたという大きなマイナス材料があった。で、世間の、評論家の皆さんの、戦前の予想というのは、山本由伸がこのシリーズ、まあ、最低でも2回は先発するだろう、最後の方までいったらね、そうするとそこでオリックスは2勝するんで、あとの2勝をどっかですればという計算からオリックス有利という、評論が、論評が、論調が多かった。ところが初戦で、由伸君が
で負けた、しかも故障してしまったというところで、ずいぶん今度は皆さんの予想がガラッと変わったね。吉野くんがもしもう投げられないのであれば、これは話が違うということで、まあ、そこから、まあ、しかも、第2戦でほぼ勝利を手中に収めているというゲーム展開の中で9回の裏、まさかの同点スリーランを打たれてという中でのドローゲームになった。つまり神宮でオリックスは山本由伸で勝てずに、さらには完全な勝ちゲームを引き分けに持ち込まれてというところで、1敗1分けになってホームに帰ってくる、まあ、こうなってくるともう完全に流れはスワローズというのが、皆さんの見方だった。でしかも、火曜日からの3連戦の初戦、京セラドームで宮城くんが先発するんだけども、チャンスにあと1本が出ずにワンアウトランナー2塁3塁で、そこで、点が入れなかった直後に山田哲人にスリーランを打たれるんだね、宮城くんが。もうそこでホームに帰っても初戦を落として、まあ、しかも山本由伸がもう投げられないかもしれないというような情報が飛び交う中で、2敗1分け、もう完全に世間の評論家の皆さんはスワローズ有利、そこでオリックス有利っていう唱える人はほぼいなかった。そうだよね。でもそこからオリックスが1対0で、いつもの勝ち方ですよ。打てないんだけどもピッチャーを抑えるという勝ち方で勝って、1つ勝った。で2つ目はなんと、まあ、しんどいゲームだったんだけども、最後の最後に追いついた後に、吉田選手のサヨナラツーランが出て、勝つ。でこれで2勝2敗1分けでタイに持ち込んだ。ここでちょっとまた世間の論調変わってきたね。まあ、僕の中では、まあ、それはもうしんどいと思ってたけど、ただ流れが変わるという点では、あの4戦目の1対0で勝ったという、つまりオリックスのいつも の, あの勝ち方で勝てたというところから、ちょっとこれは目があるんじゃないかと僕は思っていた。それはカズチューブでもおそらく話してると思うんだけども、普段オリックスの試合見てない方っていうのは1対0オリックス苦しいもん、勝ったけどしんどいじゃん、もうこんなん無理っていう人もたくさんいらっしゃった。だけどあの勝ち方がオリックスの勝ち方なんでね、だからああいう勝ち方ができてんで、一つこれは、なんかあるかなと思ったら、翌日もまたその苦しいゲームを粘って最後にひっくり返すという、これもオリックスの勝ち方ですよ。まあ、それが2試合続いてタイに持ち込めたというところで、おこれはっていうふうに思ってきた。そこまで来るとまた世間 の, あの論調も変わってくるのよね。オリックスに流れが来た、まあ、日読み的な、まあ、そんなね、論調が飛び交う中で、まあ、それがまた短期決戦の面白いところでもあるんだけどもね、まあ、それはそうですよ。というわけで、昨日勝ってね、大手をかけて、まあ、昨日もさ、まあ8回9回の表に、まあ、2点もらったんだけど、まあ、実質1対0みたいなゲームじゃない。もうそれもまたオリックスの勝ち方でもあるんでね、なんとかその、オリックスの勝ち方、とにかく接戦に持ち込む、ロースコアの接戦に持ち込む、これがオリックスの、パターンなんで、そうなればチャンスはあると僕は思っています。できれば先取点を取れば、中嶋監督も自慢とは思ってませんけどという系統でなんとか、持っていけるんじゃないかというふうに思っております。というわけで、まあ、第7戦でさ決着つくのか、第8戦以降に、持ち越しとなるのかというところで、まあ、今年の、日本シリーズも面白いね。まあ、去年は4勝2敗で、まあ、終わって第6戦で終わったんだけども、まあ、去年も、2点差以内のゲームが続くというね、まあ、接戦ばかりで、まあ、今シーズンも非常に面白いここまで戦いが続いていますが、さあどうなりますか、大前の特番の出番があるのか、というところですね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。ゲーム前、もし、球場で見てくださっている方もいるのかな、早めにアップします。じゃあまた、球場からのリポートまた教えてください。僕のツイッターでもいいし、このカズチューブのコメント欄からでも結構なんで、また皆さんよろしくお願いします。僕は残念ながら現地には行けませんが、今日現地には神戸君は行ってると思いますけどもね、僕はここで待機しながら特番の準備を進めながら戦況を、野田浩二さんと見つめていきたいと思います。そういえば4週間前の仙台も、大前野田コンビで、画面を見ながらずっと待っておりました。さあ今日はどうなりますか。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。